ディーン・ゲンキこと、ディーン・ロドリック。ゲンキは、兵庫県神戸市出身のやり投げ選手。水野所属。神戸市立平野中学校時代に、兄の影響で、陸上競技を始める。全中の砲丸投げで4位になった。また3年時のジュニアオリンピックの円盤投げで、優勝している。甘ヶ崎市立甘ヶ崎高等学校に進学後、やり投げを始め、3年時のインターハイでは、 やり投げと円盤投げの2冠を達成した。中学時代には4種競技、高校時代には8種競技にも取り組んでいた。早稲田大学スポーツ科学部へ進学後は、やり投げに専念するようになった。2010年、世界ジュニア陸上競技選手権大会で、銀メダル、日本陸上競技選手権大会で3位。2011年、アジア陸上競技選手権7位、ユニバーシアード12位。 日本陸上競技選手権大会2位の成績を挙げた。2012年4月29日に広島広域公園陸上競技場で行われたロンドンオリンピック日本代表選考会を兼ねた第46回小田三清記念国際大会において派遣標準に A 記録を突破し村上浩二のベストを超え日本歴代2位となる84平方メートル8を投げた。 2012年6月9日、第96回日本選手権において、大会新記録の 84m03 をマークして、初優勝するとともに、ロンドンオリンピック出場が決定した。オリンピックでは、予選で 82m07 を投げて決勝に進出したが、決勝では 79m95 で10位となった。以下はすべてやり投げでの成績。 兵庫県の出身のため普段は関西弁を喋っており、標準語は話せないと伝えられている。父親がイギリス人で母親が日本人。三人指定の末っ子でプロ野球は地元オリックスの大ファン。父親はイングランドの入ッする出身のラグビー選手で20代の時に剣道を学びに来日した。現在神戸成功で英会話を教えている。 ありがとうございます。